武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学の医学部の入試について話していきたいと思います。昭和大学医学部ですが、学費の変更によってかなり、また今人気を集めている、大学かなと思いますね。で、昭和の医学部以外の、学部もありますので、こちらに関しては別の、動画で紹介していきたいと思いますので、そちらを、ご覧になってください。その人気が上がった結果どういう難易度になっているのか、そのあたりも含めて、いろいろ話していきたいと思いますが、英語、数学、物理、化学、生物、小論文、自分が見たい科目を選択してください。